大きいので皆さんでも見やすいかもしれませんが、こちらですね、貝です。本場貝という貝なんですけれども、よいしょ、たまにね、鶏肉ですかって言われるんですが、これね、鶏肉とかではありません、貝なんですね。はい、確かに欲しくてしょうがない、これはちょっと上げてみましょうか。はい、あーごめん、あー待って、はい、餌にね、気がつくとみんなこんなにね、一生懸命寄ってきてくれるんですけどね。やっぱりシグロガイさんに慣れてるんですねとか言われるんですが、ね、悲しいことに別にそういうわけじゃないんですね。餌持ってれば誰でもいいっていう感じでね、もうバケツ持ってなくてもね、水温調べに来る人に対してもこういうふうに寄ってきたりとかしますんでね、別にこう認識しているわけではなさそうです。はい、さあ、神たちですね、今ずっとこんな風にして旅に来ていますけれども、ちょっとね、水面近くで食べているカメだとね、とても分かりやすいんですが、はい、神たち、さっきからね、餌食べていますが、実は餌をですね、海水ごと飲み込んで食べているんですね。そのため海水はね、余分なもの、いらないものですので、鼻の穴からビューッとね、海水だけ、出している仕草が見られるかと思います。見えるかな、ちょっと顔が出ているとあれです、見れないんですけれども、はい、よいしょ、いけるかな、はい、ちょっとね、水面に、顔が浮いてくるとね、とてもそういう様子が見やすいんですけれども、もちろんね、水中で食べた時も、そんな風にしてね、いらない海水は鼻から吐き出して、いるんですね。よいしょ。よいしょ。はい。あ、今キュッと見ましたけど、見えましたか？はい、じゃあちょっとですね、分かりやすいように、浮きやすい餌をですね、ちょっと用意してみたいと思います。それがこちらです。キャベツですね、はい、多分皆さんも食べたことあると思うんですけれども、キャベツね、好んでね、食べるウミガメがいるんですが、あー喧嘩しちゃうなはい、こっちの子にしようかな、はい、ちょっとね、遠くの人見づらいかもしれません。今ですね、鼻からビューッと水を出したんですけれども、これもですね、やはり海水ごとね、キャベツ飲み込んでいますので、鼻からお水が出てきます。見えたかな、はい、今ですね、ちなみに私ですね、ちゃんとキャベツを食べるウミガメに対してあげています。こちらですね、実はキャベツを食べているのは青ウミガメという種類のウミガメなんですね。はい、ただですね、今ね、ちょっと強引にね、来てね、食べに来た子は赤ウミガメという種類でね、本来だったらあんまりね、こういうキャベツとかは、食べないような種類なんですけど、一緒になってね、なぜかここでは食べています。はい、ちょっとね、キャベツ、浮かべておきますので、食べている様子ね、ご覧いただくと、鼻からね、出てるところ、ご覧いただけると思いますので、ちょっとね、できればその辺注目して見てみてください。はい、ちなみにですね、半分に切ったというのはキャベツなんですが、こんな風に一口でガブッと、ね、食べてしまうぐらい結構顎の力が強いんですね。今ね、キャベツを揚げたついでにちょっとお話をしますと、ここには全部で3種類のウミガメがいるんですけども、今ですね、キャベツを食べているのは私、青ウミガメですよっていうふうに言いました。この青ウミガメたちですね、実は、大人になるとですね、海にいるときには海藻をね、好んで食べるというふうに言われているウミガメたちなんですね。ただですね、水族館ではこんな風に毎日、カメたちにね、1日1回餌をあげているんですけども、ちょっと、用意するのがね、大変ですので、こんな風に簡単に、ね、手に入るキャベツを代わりにあげているんですね。夏にはね、スイカの皮なんかもちょっとあげてみたりとかしましたけれども、ちゃんとね、食べてくれていましたね。引っ張り出してね、こう食べたりとかするという風に言われていますので、まあ、そういう風に釣りやすいように、引き場所が細くなっているんですね。
さあ、簡単にですけれどもね、亀たちの種類の見分け方をお話ししましたけども、どうでしょう、皆さん見分けつくようになりましたかね。はい、ちょっとね、簡単に説明してしまったので、じっくり、ね、見ないとわからないよっていう、ね、方がいるかもしれませんので、もしね、お時間があればぜひこの後もちょっとね、じっくり観察していってみてください。カメたちね、だいたい餌をね、食べてしまった後はね、寝てしまうような体勢に入るので、そのうちね、下にあるガラス面のね、ところから見た方が、その頭のね、大きさとかもより間近で見られるんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、時間があったらぜひ下から、ね、覗いていくようなこともしてみてください。違うねん。それではですね、カメたちのお話は以上で終わりにします。はい、私まだちょっとカメたちの様子見てますので、何か聞きたいことがあればぜひ後で声をかけてください。